復興を願い、一人一人が歩んできた10年、それぞれの胸に宿る思いとは。安らかな日々が一日も早く戻ることを皆さんと共に願い、御霊への追悼の言葉といたします。東日本大震災の発生から10年。黙祷はじめ。県内でも各地で犠牲者の冥福を祈り、黙祷が捧げられました。中越地震を経験した長岡市の山越地区では、被災地の現状を伝えるポスターが展示されたほか、地元の人などが被災地の復興を願い、希望の鐘をつきました。地震で被災されているので、被災しているので、やっぱり向こうの気持ちがよくわかるし、ここまで来たけどまだまだだなと思いながら、うん、頑張ってねっていう気持ちで。一方、柏崎市にある被災者サポートセンター雨宿り。寂しいけれど、まあまあそうですよね、これも区切りなのかなとか、うん、一つ、ね、あのだん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 少なくなってきたのもあるんですよね、うん、そうですね、今も4分の1ぐらいになりましたよね、雨宿りは震災後、避難者同士の交流の場となってきましたが、避難者が減ったことなどから閉館することに。最後の日となった今日は、利用者たちが集まりました。次に1回の方の定例会がな、何よりの楽しみだったの。寂しくなってなんだか悲しくなる。年重ねるごとにふるさとが恋しくなる。変わるものがある一方、変わらない現状もあります。震災発生当初、ここ三条市にも多くの方が避難をしてきました。その数は徐々に減りましたが、10年が経つ今年も避難された方、また市民などが集まり、祈りを捧げます。震災の翌年以降、献花を行ってきた三条市では、福島県からの避難者65人が現在も変わらず避難生活を送っています。ありがとうございます。頑張って、はい、子供さんにもよろしくね。ありがとうございます。ありがとう。苦しいことが多くて、なんか本当に3月11日来るのがすごく嫌で、うん、これがなかったら本当に幸せでずっといれたんだなと思って全然見えませんね、先は。でも、生活が一変したあの日から10年、避難者が抱き続けていたのは複雑な思いでした。